バッテーラ、学名エオンファリアスファイファリーファイファリーは、古福足類のクボガイカに分類される巻き貝の一種。北海道南部九州の太平洋沿岸の岩礁海岸に生息し、海藻類を餌としている。本州の日本海側と朝鮮半島南部に分布するオオコシダカガンガラは、本州の亜種、OP カーペンターとされている。しばしば食用にも漁獲され、 市場に出回るときは金縁種と同様に、知ったか、知ったか貝などの名で売られることが多い。他に、カジメダマ三角ミナなどの地方名がある。生貝は体か 50mm、角形 55mm ほどになるが、さらに大きくなることもあり、本州の磯に住む、古福足類としては、比較的大型の種である。貝殻は、生炎水型で、周は、 明瞭に角張り、底面は平坦で少し凹む感じになる。約7層の羅層はほとんど膨らまず、輪郭はほぼ正三角形。ただし、おおむね2センチメートル以下の小型個体は、大型個体に比べて平べったく、一見別種に見えることもある。各表には弱い斜めのあばらがあるものから、ほとんど滑らかなものもまである。殻色は、 黒褐色、肺褐色で、生きている時は真っ黒に見えるが、時に、高層の貝の皮ペソネリア、ジャポニカに覆われて全体に、茶褐色に見える個体もある。また打ち上げられた、古い殻は、赤紫色になることもある。底面は周辺に成長線があり、 白黒の細かい縞模様が中心に向かって巻き込むように入るが、中央部は白く、中心に深く丸いへそこうがある。へそこうの周囲にはそれを取り巻く一本の羅状のうねうねがあり、うねの末端は空口で弱い葉を形成する。角構内は銀白色で真珠層が発達する。蓋は円形で石黒褐色の薄い角質、多線型で角が、 中央にある。殻口の形にはぴったりとは合わない。体は全体に黒いが足の裏は単色。成熟個体では卵巣は海緑色、清巣は乳白色なので雌雄が識別できる。肉を取り出した時側面内部に見えるカトリ線香のようなものは胃の毛管で食べた餌をより分ける器官である。 長官体外部から水深30メートルまでの岩礁の種として、カジメやアラメなどの大型滑走の生育域に生息する。岩の表面や大型滑走類の表面に付着し、海藻や岩上の無虫石灰もなどを餌にしている。雪時は主に夜間に行われ、日中は火の当たらない岩の裏側や石の火炎近くにいる個体が多いが、日中でも、 節置行動をする個体もあり、明瞭な日周活動は観察されていない。生活史は十分に明らかにされていないが、千葉県における研究では、次のようなことが報告されている。死有遺体で海水中に放卵縫製して受精し、浮遊要請を経て、訂正生活に入る。千葉県での産卵期は、初夏から秋にかけて、長期間にわたると推定され、 生殖腺の発達のピークが6から7月と9から10月に2度見られることなどから産卵の最盛期が年2回ある可能性もある。秋に産卵期が終わり、11月になって海水温が低下すると生殖腺は急激に縮小し、翌年の1月頃から徐々に回復する。違いは1年目で体か約10ミリメートル。 二年目で体か2 0ト、mm、ル前後まで成長する。また、体かが8から1 3ト、mm、ルに成長する段階で生殖腺も発達し、体か1 4ト、mm、ル以上になると生殖腺で完全に死の識別できるようになる。この性的成熟に伴うように、弱冷期に過ごした比較的小さな天石環境から直径1ル以上の岩の表面や、 岩礁域にまで生息範囲を広げる。しかし2年目に体か20ミリメートル前後に達した後の成長や寿命などに関してはよくわかっていない。日本の北海道南部から九州南部の大隅半島及び古式島列島までの太平洋沿岸に分布する。ただし北海道南部や津軽海峡付近では非常に少なくある程度まとまった。 個体群が見られるのは、宮城県福島県以南の地域である。瀬戸内海の大部分には生息しないが、太平洋から、文後水道を経て流入する海水の影響が強い場所では見られることがある。亜種とされる大越高岩柄は、本州九州の日本海沿岸部、チェジュ島、朝鮮半島南部に分布する。標準和名は、型が、 馬のひづめに似ていることによる。江戸期の名称を引き継いだもので、江戸末期の海類図譜である、武蔵石樹著、メハチップの種番号122から126には、他所から引用した名称も含め次のような衣装も、載せられている。俗名、オンファリアスはギリシア語、オーミューファイアルファーラムダに由来し、俗のタイプである、トロカスラストクスイコールコシダカガンガラの目立つ、 へそこうにちなむ。主名のファイファリーは、記載者ダンカーと同じドイツの海類学者、プファイファーへの懸名である。ファイファリーを二度書くのは、証明や種であることを厳密に示すためで、単に、オンファリアスファイファリーと書いても、誤りというわけではない。類似種とともに、知ったか、知ったか、い三角皆、カジメじマ玉、カジメタ玉などと呼ばれることがある。 知ったかとは、殻の尻が高いことを指す。北海道南部から九州までの日本海沿岸及び朝鮮半島南部に分布するものは、亜種大越高岩柄 OP カーペンターとして区別されている。一般にバテイラよりも高い円水型になる傾向があり、確定に明瞭な西アバラを数本巡らすこと、ラソのシャアバラも太く強いことで区別できる。 こちらも知ったか、三角ミナなどと呼ばれ、市場に出回ることがある。韓国名はもしくは、主に日本の研究者らがバテイラを置く、コシダカガンガラ属オンファリアスは、クボガイ属クロロストマなどともに、テグラ属のア属として扱われることも多い。海産生物のデータベースアームスや、英語版ウィキペディアでは、バテイラをテグラ属に置き、コシダカガンガラ属オンファリアスには、 コシダカガン一種の実を置いている。抗義のテグラ族は、古くから21世紀初頭までは、西木ウズに分類されており、テグラをタイプ族とする、久保ガイかテギリニクロダ、ハベイオヤマ、1971自体も西木ウズの赤として1971年に創設された。しかし2008年に公表された論文では、3種類の、 遺伝子に編入すべきであるとされた。さらに2012年にはより多くの分子情報に、基づきクボガイ赤を独立のクボガイ化とする論文が発表され、海産生物のデータベースアームスなどもこれを採用しており、本校もそれに従っている。古服足類ベティガストリポダは、目とする場合、赤をとする場合、階級を与えずに単に、クレードとする場合があるが、 これもアームスに従い、アコウとした。コシダカガンガラ属オンファリアスクボガイ属クロロストマ、テクトゥス属長艦体の岩礁には塩水型で、確定が平たい類似種が複数あるが、日本産の類似種とは次のように区別される。分布域塩岩では、類似種とともに、都種細胞で漁獲され、塩茹で、味噌汁、煮物などで食用にされる。サザエなどに比べると小型だが、 磯の香りと旨味がある。自家消費が主だが、他の類似種も含め知ったか、知ったか、貝、三角みな、高瀬貝などの総称で市場にも出回ることがある。また、珪藻類を接触する習性を活かして、海水水槽のコケ取り用に飼育されることがある。ありがとうございます。